大相撲秋場所10日目17日両国国技館慢性的な首板の悪化で3日目から休場した関脇貴景勝常盤山の師匠の常盤山親方元小結高見杉が貴景勝の今後の居集について今場所中に結論を出す方針を明らかにした写真秋場所2日目苦悶の表情を浮かべていた貴景勝師匠は首は怖い箇所 16日に2日連続で本人に連絡し、話し合った。25日に番付編成会議が開かれる九州場所への影響も考慮し、身体はどっちにしろ、場所中には決めようかなと思う。適当なことは言えない。近いうちに結論は出ると思いますと話した。貴景勝は首の治療を続けているといい、師匠は首は怖い箇所と幹部の状態を心配。 相撲を取らなくても痛みはあるんでしょうと気遣った貴景勝は一場所での大関復帰条件だった10勝に今場所届かず来場所は6年ぶりに平幕に転落する見通しとなっている